直してたやつ、あの足裏がそれだとあの踏ん張りすぎて痛かったんですか。はいはいはい。でこっち側に変えたんだけど、これはこれでここが痛いよね。ああ、これ高いんですか。これでね3,400円ぐらい。ああ、そんなもんなんですね。だから手間にしようかなと、ここで履くやつと思って。ああ、はいはいはい。悩んでる。あ、本気モードめっちゃ汗かくんですよ。わかるわかる。で滑るでしょ。そうそうそうなんですよ。で滑るとここで受け止めるから、脱いだ方がいい。だからもう、あ、そうですね、はい、だからもう裸足でやってますね。裸足もなんか痛くない。え、裸足も痛くない。よいしょ。それあったかいですか、これ。あ、これです。これあのエアリズム。ああ、ここで働くときはエアリズム。T シャツ忘れたんですよ。うん、わかる。リズミアに買いに行きました。マジかその辺やろそれやばくない。だって盛り上がってますもん。マジ。はい、あ、ボコってボコって、はい、あ、ここはこう盛り上がってる。うわ、やばいな。最近調子が悪くてさ、休みの日寝てることが多いから、踏んでもらったら硬いって言うし。十分硬いですさっき見たとどれぐらい。え、福田さんレベルですね。あ、マジで。はい、やってやってじゃあ。やっきりやって。あ、もう一本外の数字がいいな。ああ、後でね。あ、後で、はい、はい、こういうぐらいでいいですか。もう我慢する大丈夫、我慢する。ああ、うわ、回復しなきゃ。これぐらいしておきます。あ、それぐらいで。はい、うんうん、あ、でもその辺強くしておきます。この辺ですね。その辺が硬い。足元の辺が硬いから。やっていきます。その辺。もう、これ。あ、めっちゃ痛い。痛いけど、あー、わー。緩めなくていい。ダメなときストップ言う。自分でなんとか治療しようと思ったんだけどね、でききらなくて。痛いけど硬いねそれずっと張ってんもんだって。踏ん張ってますからね。うん、そう。ああ、ああ、さ、今日来てる人たちってさ、奈良じゃない人間多いもん。あ、さっきの女の人もですか。さっきの女の人間、本気でやばいやつはね、通っても来る。ですよね。うん。
買った。めっちゃ足悪かったの。ああ気持ちいい。買った。そこめっちゃ緩めて。足首の方もしっかり緩めてほしい。この辺カチカチじゃないですか。カチカチなんだそれ。びっくりした。そんなにカチカチっすよこの辺。マジか。そうそう、これがね、もっと下まで。ああ、そこ。やべ。なんかね、コロナになってからね、回復力がちょっと落ちたから、まあ、落ちたろうな。ちょっと、これからまたお願いするわ。でかばうから足裏で踏ん張るじゃん、はい、そこに負担が来て疲れが抜けないよね。でかばって背中がガチガチになるみたいな。あったいな。今手軽だけどお灸とかありますもんね。ああ、お灸しようかな。そうだったんだ俺。ガチガチっす。マジか。褒められてる。うわびっくりした。びっくりした。このぐらいしかない。それぐらいしかない。YouTube 見てきてこれ受けるとびっくりするわ。あ、こっちマシだね。まあそうですね。うん。もっといけそう。考えで。うん、右足首を昔骨折じゃない靭帯伸ばしたことがあるから。はいはい。うまくなってる。でもまだだ。あ、本当ですか。うん、しっかり入って。これだったらもっとお金取ってもいい。
休み壊したんですか。来年からね、水木金休む。ですよね、あれと思って。水木金休む。仕事してやんない。あれで、ね、ここ自由に使ってよ。来年どうなの、仕事は。いや、来年も仕事辞めようかな。あ、もう辞めちゃうの。はい。もう。もう一度辞めようかな。1月ね。はい。バイトしながら。そう、とりあえず、ここと、うん、あの大阪の方を、うん、大阪の方をミニムだけにして、うん、でとりあえずこっちを週3、4ぐらい入って、うん、あそうだね、ちょっと様子見てみようかな。ああ、そうだね。今ちょっと大阪でやってきたんですよ。おお。あの占い師さんと。あ、うん。行ったんだ。そうそう。一回試しでやろうと思って。うん。場所貸してもらって。そうそうそう。管理人がずっといてはるんで。ああ。そうそう。常駐してはるんですよ。ああ、あのレンタルサロンね。そうそうそう。ああ、行ってきたんだ。よかったよかった。試しに一回行ってみようと思って。うん。何年やってんのことだよ。ああ、そこまでの場所だわ。ああ、あった。俺も初めはバイトしながらやってたからね。ですよね、うん、お客さん着くまでちょっと大変だけど、着いたらもう絶対離れないから、あいつら、うん、占い師さんもそうだろ。そうですね、うん、毎回友達連れてくれるから、うん、で大体あのレンタルサロン借りてみて、うちでちょうど出すぐらいの資金じゃん。はいはいはい。1000円、場所代1000円ぐらいでしょ、だったら。そうそうそう。うん。それでいけるんだったら、だいたい目線がつくからね。ミニモロは60分7000円で行こうからね。うん。大阪の方。うん。それでやった方がいい。いろいろチャレンジすることが必要。ああ、痛い。痛い、痛い、痛い。痛い、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 痛い。あのうん、60分7000円とかいいと思うよ。ね、60分7700円で。うん、いいと思う。ああ、俺もここ1000円あげようと思うんだ。来年4月ぐらいに値上げしようと思う。文句出るだろうけどね。まあでも、こういう人は来るんじゃないの。来る人来る。だって新居の人は知らないからね、あげたっていうのは。そうそう、言わへんかったら。そうそう、あー痛い痛い、もうちょっとよ。ルールしたらすみません。お前に、うん、それだけに、ありがとう、ごめんね。やっといた方がいいんだけど、やんない。よくみんな帰ろう、こんなの。さあ、頼んでます。うん、あー気持ちいい。ああ、そこが一番硬いですね。そこが一番硬いね。俺が入らないようになるからマサトの率が上がると思うよ。あ、金曜日、うん、金曜日とか。もうだって俺、食えるだけやったらいいもんかね。前から言ってるけど。ほどほどで。ほどほどでいい。だってさ、金持ってさ、すげえいくらの持ってる人もいるけど、もう、人生の楽しさって金だけじゃないと思ってきたから、最近。もう金持ってても、でかいやつみたいな全然思わないですね。そう思う。金持っててもワンルームで十分だよ。金持ってても何、あのビジネスホテルで十分。お前、うん、それぐらいで。ああ、でも右足がだいぶ痛かったのが取れてるみたいな。